たくあん漬け季節の風物詩でもある日防止される大根たくあん漬けは大根の漬物である。主に日本で食べられる。たくあん、たくあんなどとも呼ばれる。大根を干してぬかに漬けたものや大根を干さずに塩漬けにしたものや調味液に漬けたものなど製法によって栄養価や食感、色や風味も異なる。諸説あるが、江戸時代臨在宗の層。 タ庵双方が考案したという説がある。タ庵は、C 事件で、出和国に流罪となり、ハルサメアンに隠遁したが、付近住民の差し入れた大量の大根を干して漬け込み、保存食にしたといい、現在、ハルサメアン境内には、タ庵付ン漬名称発祥の地碑がある。その後、江戸に戻ったタ庵が創建した、東海寺では、はじめは名もない漬物だったが、 ある時、徳川家光がここを訪れた際に教したところ、大層気に入り、名前がないのであれば、あんつけと呼ぶべしと言ったと伝えられている。遺説として、あん和尚の墓の形状が、漬物石の形状に似ていたことに由来するという説も、ある。なお、東海寺では、禅寺の名を呼び捨てにするのは比例であるとして、あんではなく、百本と呼ぶ。また別の説によると、 もともとは、混じり気のないものという意味の、弱暗漬け、あるいは、蓄え漬けが展示たとも言われている。この大根の漬物は、18世紀に江戸だけではなく、京都や九州にも広がり食べられていた。また、比叡山には、元三大四古時系大四行元が、平安時代に考案したとされる、低辛坊と呼ばれる漬物が伝えられており、これを蓄暗漬けの始祖とする説もある。 これは丸干しした大根を塩と藁で重ね付けにしたものであったとされるが、現在、低辛暴拓庵として販売されているものは、一般的なぬか漬けの拓庵である。伝統的な製法では、大根を数日から数週間天日に干し、手で曲げられる程度にまでしなびた大根を、容器に入れて、米ぬかと塩で一数ヶ月漬ける。風味付けの昆布や唐辛子。 柿の皮などを加えることもある。大根を日干し、塩を加えて漬けて、水分を減らすことによって、大根本来の味が濃縮され、塩味が加わり、米ぬかの中に存在する麹が澱粉を分解して、生ずる糖分によって、甘みが増すとともに、徐々に、気化し食へ染まっていく。現在商品として流通している大多数の、あん漬けは、 日干し大根の代わりに塩や糖液に漬けて、水分を除いた塩干し大根や、糖絞り大根を使用することが多く、伝統的なたくあんとは、食感や風味が異なる。また、甘味料や旨味調味料などを配合した、調味液で調味したり、人工着色料で色付けしたりといった加工がされる、こともある。これは、時代が下るにつれて消費者の思考が、 より甘くて塩分な漬物を求めるようになったこと、また大量生産、コスト削減のために製造工程の短略化を図ったこと等の帰結である。その一方で、三浦半島や三重県伊勢地方、徳島県などでは、伝統的製法によるたくあんが今なお商品として生産されており、付加価値がついた名物となるとともに、一定の需要を得ている。また、 木の皮付けのように米ぬかに変えて、麦のふすまを用いるものもある。伝統的なぬか漬けでは、米ぬかの中に含まれる枯れ草菌の産出物によって、大根は徐々に芯まで黄色から褐色に染まる。しかし、菌の作用は地域や環境によって異なるため、たくあんの色を統一しにくく、また味などの商品の品質も不安定になる。 従って今大量生産される商品では、ぬか漬けであっても、ウコンや口なしの色素を加えることで、確一的に黄色く着色したものが主流になっている。八百屋などで10から20本のたくあん漬け用の、干し大根が販売されている。しかし、梅干しや、きゅうりなどのぬか漬けとは異なって、数本程度の少量で漬け込むことは困難で漬け込む。 サイの匂いを敬遠することもあり、タクアンをつける過程はそれほど多くはない。高知では、暖かい土地柄で発酵が進みやすく、ぬか漬けなどはすぐに酸っぱくなってしまう。そのためかタクアン漬けなどはあらかじめ酸味を添加してある、ものがあるほどである。多くは、ぬかから取り出した大根を水洗いして、ぬかを落とし、薄切りにして食べる。ご飯のおかずとして、食べたり、 お茶受けとしても用いられる。千切りにして仕出し弁当の添え物などに用いられることもある。日干し大根を用いた伝統的な製法のたくあんでは、古くなった場合、塩抜きして油炒めにしたり、煮物などの料理に使用することがある。なお、以前たくあんに油分を加えて、中華風に味付けしたものを、桃屋が、根菜として瓶詰めにして販売していたが、 製造終了となっている。海苔の上に酢飯を乗せ、その上に細切りにした具を乗せて、巻き酢を使用して、細巻きにした海苔巻き寿司。二等分に切り、さらに二等分もしくは三等分に切って盛り付ける。いぶしたくあんとも呼ばれる。秋田県では、20日間いぶし続けて燻製にした、大根をつけたものをいぶりがっこと称し、伝統的に食べられている。演習焼きとは、 静岡県西部を中心とする地域のお好み焼き。小麦粉、鶏卵の生地に地元の三方原大根などで作ったたくあんを刻んで、加え、豚肉、イカなどと共に焼くもの。キャベツは必ずしも入らない。ソース風味のものと醤油風味のものがある。塩州焼きという名称は他地域の人によるもので、地元では単にお好み焼きと呼ばれている。 滋賀県長浜市では、サラダパンと呼ばれる、マヨネーズで和えたたくあんの細切りを挟んだ惣菜パンが、製造販売されている。その他江戸時代、湯漬けの添え物としてよく用いられた。古漬けは、水で洗って刻んで、炒め物や茶漬けの具として使われている。和食料理店などで、おかずの一品としてたくあんが二切れついてくることがよく、あるが、 このあんを二切れ出すという習慣は、江戸時代から始まったと言われている。侍が世の中の中心だった江戸時代、拓庵はおかずに欠かせない定番で、当時、侍にあんを一切れ、もしくは三切れだけ出すのはタブーだった。それは、一切れは、一切れに通じ、また三切れは、未切れに通じると言われていたためである。そこから、 たくあんを二切れ出すという習慣が生まれたという。ただしこの理由は、江戸を中心とした武家政権が確立された地区の習慣だとする説もある。関西では、たくあん漬けを三切れ出すことは縁起を担ぐものとされ、関西の丼専門店ではあえて三切れのたくあん漬けを出す店もある。日本の刑務所では、たくあんの量は一人当たり25グラム前後である。 自衛隊の戦闘領食として採用されている、拓腕付け缶詰は、固形量 55g の規格である。日本の統治が長かった台湾にも、拓腕付けがあり、年配者は日本語のまま、拓腕とも呼ぶが、一般的には、台湾語で、関西保持士と呼ばれ、現在も根付いている。名保持士は本来、台湾、福建、関東地方山地区に見られる。 干し大根を用いた漬物であり、本来は単なる塩漬けに近いものだが、黄色く染め、甘みを加えた日本式の宅んも同じ名前で、親しまれている。薄切りにした、関西保持紙は、折詰め弁当のおかずの一つとして、また、刻んだ煮込み豚バラ肉のせご飯の、ろ肉飯や、かようし斜面鶏肉飯などのご飯料理の定番の、付け合わせとして親しまれている。さらに、 刻んだたくあんは、卵焼きに混ぜて、な、保持したまごを栽培うんとしたり、春巻きの具の一つとするなど、料理の材料としても用いられている、かよし県、保定鎮の名物である。日本が統治していた当時は、徳島県などから供給されていたというが、現在は、台湾現地産や中国産が主流となっている。韓国には、日本統治時代にたくあん漬けが持ち込まれた。 日程の持ち込んだもので良かったものは、たくあんだけという格言があるほど、韓国社会に需要され、現在では広く普及している。一般的には、タンムジと呼ばれるが、日本語のたくあんが朝鮮語式発音に変わった、タカンと呼ばれることもある。味は、甘酸っぱい傾向があるものの、ほぼ同じ。また、韓国では、中華料理店でチャジャンミョンに添えられて提供されることが、 一般的である。加えて、日本料理店のみならず、洋食を供するレストランでも、たくあん漬けが出されることがあるが、これは洋食そのものが日本から伝わったものであるために、定着した現象である。中国において、大根の漬物は、カンラフクと呼び、各地で作られているが、一般には、日干しした大根の他に塩だけを用い、二度漬け込みするか、二度目に、 唐辛子を加えて辛い味をつけるものがほとんどである。このため色は白または赤いものとなる。江南地域では日本のたくあんのような甘口のラフクイヌイも存在する。たくあんは発酵により外国人など慣れていないものが周期とも感じる特有の匂いがある。イザベラバードは著書の日本気候で誰かがこれを食べているときは 同じ家の中にいられないほどで、これよりひどい臭いはスカンクしかないと描写している。臭い食べ物の代表例、au アラバスター単位、匂い成分の成分量の単位である。匂いの強弱は、匂い成分ごとに、人の感覚域気値との相乗値で評価され、純粋な匂いの単位ではない。第二次世界大戦中は、拓案にも、肯定価格が導入され、 戦後もしばらく続けられた。価格は季節ごとに変動し、冬場は100問目あたり3円60銭、夏場は100問目あたり7円10銭と差がつけられていた。また早漬けたくあんと塩漬け大根の価格は、たくあんとは別に設定されていた。ありがとうございます。